はい、J2 第3節、ファジアの川山対レノファ山口の試合は、残念ながら1対0で敗れて、まあ、今季、初の黒星となりました。 J さん、まず雑感からお願いいたします。はい、なんかちょっと難しい感じで、紙一重でもあったなという感じもありつつ、はい、どうなんだろう、まあ、多分山口が勝った可能性も結構あった内容だったと思うんですけど、まあ、最終的にはやっぱり岡山の方がちょっと力が上っていうところに転んだのかなという、すごいざっくりした感想です。わかる。はい、そして今日は、六川さん、ちょっと体調不良ということで、すみません、ピンチヒッター代打で、徳田さんに来ていただきました。徳田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりといえばお久しぶりです。はい、どうでしょう、岡山戦の、ま、ざっとした感想は。今、なんか J さんが、ま、タツさんも紙一重だったっていう話ありましたけど、どのあたりにそう感じたのかな、ちょっと聞いていいですか、先に。あ、もちろんです。J さんはどうでしょう、そのあたり、まずありますか。チャンスの数で言うと、そこまで、まあ、前半は特に山口が押していたから、うん、全然先に先制していれば、あったかなというのもあって、なんだろうな、まあ、このサッカーで元気なうちに点が取れるんであれば、まあまあ優位に運べるんじゃないかなというのはありました。そこまでこう戦力的なこうシーズン前に感じていた戦力差みたいなところまでは感じなかった。これ現地に行けてないのでわからないんですが、解説でもかなり風の影響があったという話が出てましたが、前半レノファが風上、後半岡山風上っていう感じなんですかね。そうですよね。風はかなり影響してたみたいですね。やっぱりあと選手に話を聞いても、まあ、田辺選手なんかも特に言ってましたね。その風が強かったっていうのは、あと平瀬選手なんかも言ってたかなと思うんですけど、まあ、結構影響してたみたいですね。僕もまあ、結論的なところになっちゃいますが、紙一重的なところのやというふうに思えたのは、まあ、なんといってもやっぱり、今年のレノファはこの大崩れがないというところが、やっぱりすごくポジティブだなというところで、まあ、散々シーズン前は、いや、これ大丈夫かよって心配してたのが、僕の心配が全くの杞憂で、むしろここまでいきなりガラッと変われてるっていうことが、まあ、この試合もそういう意味では、本来だったらもっとグダグダに崩れてても後半おかしくないような試合展開が、まあ、そういうことにならないっていうのが、まあ、何より、成長を感じている部分で、それがまあ接戦にもつながった。で、やっぱり前半のその流れのうちにまさに点を取っておけば、まあ、正直どうなってたかはわからないよね。今のレノファならば、そこで取れちゃえば守りきれちゃうみたいなところも十分期待できるチームになってきているのかなと。いうふうに思うところですね。はい。では、ちょっとスタメンからまず見ていきたいんですけれども、J さん、この日のレノファの、スタメンを見て、まあ、前回から変わらずというところなんですが、ベンチメンバーが、少し変わって、石川選手が入ってきたと、いうところなんですけれども、改めてこうメンバーを見てのところは何か思ったところありますか？まあ、2節とも悪い試合ではなかったので、まあ、まだいじってこないだろうなというところと、まあ、石川選手、僕もちょっと全然見れてないので、なんかもう最近ずっと見てない気がするので、ね、なかなか、あ、意外と評価高いんだなっていう、いい驚きはありましたね。久しぶり感が非常に石川選手は強かったですね。はい、徳さん、このメンバー、まあ、3試合固定しているというところに関しては何か思うところありますか？いや、もう、そうだろうなっていうのは、もちろんあるんですよ。やっぱり、もう、このメンバーで、J さんと同じで、行くんだろうなっていうのは思っていました。で、その石川選手のところなんですけど、実はトレーニングマッチでですね、もう、なんていうんですかね、今のそのスタメンのメンバー以外も、かなりこう、いいプレー見せてるんですよ。うんうんうん、なので、誰が逆に言うと、そのスタメンになっても遜色ないかなっていうぐらい、お結構その、みんないいんですよね。なるほど。そのうちの一つが石川選手で、うん、で実は
先週かな、先週かな、周南公立大学とトレーニングマッチがあって、で、それを見に行って、その前は北九州とのトレマもやってるんですけど、それを見に行った時に、石川選手がですね、すごい良くて、なもうるほボランチとか、あれで使われてるんですよね、今。ど。はい。で、なんかサイドバックのイメージあるくないですか？うんうんうん。石川選手って。はい。でも、実は前をやるのが好きな選手で、シュートを打つのが好きなんですよね。それで、なんかスタートはサイドバックから、トレーニングは始めたそうなんですけど、徐々にこう前に上がっていって、ボランチ、そしてトップ下。今、中央でプレーすることもかなり多いんですよね。で、それで、トレマで得点を決めたりとか、はで、中盤でボランチで使われたときは、なんか本人に聞いたら、やっぱりこのサッカーはボランチの守備範囲がすっごい広いから、い。うんうん。高校距離でとんでもないことになりましたっておっしゃってて、確 それで、何キロ走ったんですか？走ってたんですか？って言ったら、12キロ以上走ってましたみたいなおお。感じで、マジできつかったけど、走れてますみたいな話してたんですよ。で、その次の週のこの岡山戦でメンバーに入ったんで、うん、おっ、やっぱりねってちょっと思いましたね。なるほど。はい。やっぱそこまでの流れとしてはもう入る、じゃあ流れはあったってことですね。そうなんですよ。うで、んメンバーに入ったので、ああ、来た来たって思ってでうん。うん。すね。なっていう流れが実はありました。るほど。はい。そういうあれがあったんですね。中垣監督からの評価が高いんですよ。石川選手って、あまりこう、それこそここ数、あの数ヶ月ぐらいはちょっと試合を見て、見ることができなかったので、どういった選手だったかなっていうのをちょっと思い出しながら、練習なども見ていたんですけど、監督の評価としては、頭を使える選手だっておっしゃってたんですね。おお。考えながらプレーできる頭のいい選手っていうふうな評価なんですよ。なるほど。はい。なので、その中央のポジションで使われてるような感じですね。ああ、なるほどね。いや、なんか本当にわからないもんですよね。そういう評価って、なんか僕らも最初、こう吉岡選手の評価って、ね、J さん来た時って全然ドリブラーぐらいのイメージありましたもんね。ちょっとよく知らないというのが、正直なところだったんで正直すなけとど。ころあって、で、やっぱりこう、結構やっぱ吉岡選手がこんな何でもできる選手だっていうのを分かるようになるまで半年ぐらいかかった感じはあって、だからやっぱり石川選手も改めて監督にそういうこう、なんていうんですかね、本来の力の部分を見極めてもらったっていう部分はあるのかもしれないですね。そうですね。いや、楽しみだ、それは今後も。はい。じゃあちょっと試合の、冒頭から入っていきたいんですけれども、はい。まあ、前半は、蹴り合いになるのかなというふうな匂いもさせつつも、意外とどっちも結構つなぐっていう感じもありつつ、なんか、蹴るのもつなぐのもバランスよくっていう感じなんですか、ジェイソン。これは両チームとも。そうですね、どっちか一辺倒って感じじゃなくて、どちらかというと、山口の方が蹴ってたかなっていうぐらいの、岡山もなんかあんま放り込みのイメージとしてもありましたけど、そういうわけではないですね、今年はね。なんかちょっと岡山のこうもう戦い方にと、なんかどっちも似てる感じはありましたよね、立ち上がりを見ると。そうなんですよ、スタートフォーメーションは違うんですけど、攻撃になった時すごく似ていて、お互い3-2-5というか、3-5-2というか。ちょっとそういう変形をして、山口アネシンボ選手が上がっていって、で、前選手はそこまで最初は上がらないというスタートをするので、ちょっと似た形の攻防にはなってましたよね。まあ、そんな中で、前半、気になるトピックスというか、シーンはありましたでしょうか。どうだろうな。どっちもなんか勢いよく入ったのかなって感じはありましたけど、最初の。ファーストシュートは山口かな？河野選手の積極的なミドルだったり、瀬尾選手のドリブルがあったりとか。1分50秒かな、あの選手のミそうドル。ですね。まあ、ちょっと危なかったところとしては、岡山のチャンスで、15分過ぎですかね、藤田いぶき選手の、まあ、サイドでの縦のパス、に、
柳選手が、まあ、ジェイさんが危険だというふうに、前回、そうですね、要注意人物として挙げていた、まさに柳選手が、非常に体の使い方がうまいですね、彼は。彼はね、結構うまいんですよ。ちょっといろいろあってね、一回カテゴリー落としましたけど。うん。はい。もともと J1 から J2 に貸し出されていったことが多かったですけど、その時も J2 フリークから非常に評価が高くて。はい、うんうん。ぜひ、いろんなチーム、いろんな人がみんな借りしたいと言っていた選手でしたけど。いや、まあ、それやっぱりその実力は錆びついてないなっていうので、うん、この試合で見せてくれました。この試合もこの、あの、こうふんわりした縦パス抜け出した後の手と背中の使い方でね、ディフェンダーをこうしっかり食い止めてからシュートまで持っていくということで、ちょっとああいうこう持たれ方するのは嫌ですよね。うん、はい。まあ、そんな岡山のチャンスがあって、その後、山口ビッグチャンスというか、スーパープレーがちょっと飛び出るという感じですが、田辺選手のクロスに吉岡選手の、まあ、オーバーヘッド、バイシクールという感じなのが。バイシクール。ありましたが、このシーンはなんか、ジェイさん、なんか気になるとこありました？いや、結構、うん、なんだろうな、あの位置からこれやるんだっていうのはありましたけど、うん、いやでもやっぱそれだけちょっと勢いも持ってやプレイできてたんだろうなっていう感じですよね。思わずバイシクル、うん、狙えちゃうぐらいの。なんか、ああいうプレーが出るっていうのは、こう、体の調子の良さみたいなのはあるのかなという気がしますが。うん、なんか、その、この試合もかなり、なんだろうな、吉岡選手、めちゃめちゃどっかで加速したっていう感じじゃないかもしれないですけど、うん、すごい質は高かったと思いますね、試合通して。うん、確かに。このシーンに至るまでも、こう、左サイドでスローインから何度もこう、粘って、梅木選手が、ボールをキープして、マイボールにしたり、その後、セカンドボールをこう、拾ったりとか、ねえ、なんとか最後、田辺選手につなげてのクロスというところで、この左サイドの、なんていうんですかね、粘りというか、こう、人数かけた、ボールの奪い返しとかも含めて、このあたりがなんか非常に、今年の良さなのかなという気もしますが、どうでしょう、ジェイさん。そうですね、今のところロングボールが比率が高い攻撃をしてますけど、うん、この試合でいうとその柳選手相手の、はい、でもっとでかい方の柳選手ですね、最終ラインの方、はいはい、柳選手と梅木選手の対決が一つポイントだったと思うんですけど、はい、まあ、基本的には、まあ、やはり貫禄の柳勝利という場面が多かったんですが、はい、とはいえ梅木選手も結構ポイントになっていて、うんうん、そこからしっかり押し上げるっていうことが、まあ、風もあった、風の、ね、効果もあったのかもしれないですけど、はい、そこが前半できていて、非常にいわゆるいい距離感で、セカンドボール拾って攻撃できてたっていうのが前半のいい流れだったんだと思います。うん、なるほど。戸倉さん、いかがです？前半こう気になったシーンなどありますか？そうですね、今のその話のところ、田辺選手がしっかりその深いところまで行けているっていうところは、はい、うんうん、まあ、彼自身が、やっぱりそのこれまでの試合を振り返ったとき、もっとボールに触るっていうところ、もっと攻撃のところで自分がその入っていくっていう意識をもう少し上げたいとおっしゃっていたんですけど、その場面がしっかりこう現れた、うん、現れた場面だったのかなと思いますね。なるほど。はい、あとは、そのすごくこうポジティブなそういった話ももちろんあるんですけど、私はピンチでやっぱり見てて思ったのは、まあ、ロングボールを使ったときに、うん、その岡山の対応が秀逸だなって思う場面が結構あって、はい、なるほど、はい、そのロングボールをこう蹴った後のセカンドボールの拾い方とかも、うん、私かなり研究してきてる印象で、うん、特にそのボランチの田部選手が、はい、再三こういいところで拾って前向いてるんですよね。それが前半はちょっと、うん、多くて、なんかその辺の印象の方が実はちょっと私は強くですね。なるほど。うんうん。いう感じです。確かに。セカンドボール、すごく拾われる回数が多かったですよね。まあ、拾われた後の対応が非常に、まあ、良かった、レノファも。そこまでこう、今までだったらそこから崩されちゃうみたいなところが、まあ、あったのが、そういうのがなくなってるっていうのを一つの成長かなと思うんですけど、確かにそのセカンドボール拾われるっていうのは、対策されてしまっていたっていうのは、可能性としてはあるかもしれないですね。まあ、そのあたり、後で、ちょっとまあ監督の会見でも出たんですね、はい、もう。なるほど。ね、そのなんか、うん、ビルドアップ
ップのところで、やっぱり、なかなかうまくいかなかったという、そういうお話だったんですよね。で、それで、平瀬選手に伺うと、そのロングボールっていうのは意図的に、入れたいわけではなかったんだそうですね。なるほど。というか、蹴るしかなかった場面なとるいうほのど。が、結構、多くて、で、それも岡山それを対策してきてるので、セカンドボールを、いわゆる奪われてしまう、そのようになってしまったけど、本来もっと、そのボランチにボールをつけて、そこから展開していきたかったんだけど、なんかピッチがですね、跳ねる感じのピッチだったみたいで、なかなか真ん中にボールをつけるのがちょっと、難しかったっていう話を、なるほど。平瀬選手も田辺選手もして、ね。岡山のはプレスも早かったっていうのもあると思いますが、ジェイさん、なんかその辺のビルドアップ気になるところはありましたか？ちょっと本筋とはずれるんですけど、平瀬選手のプレー見てたら、別にそんなピッチにビビるようには全然見えなくて、めちゃめちゃこの人強気やんけっていうプレーばっかりなんですけど、なるほど。結構平気でブロックされるぐらいまで相手引きつけて蹴ったりするじゃないですか。結構止められるシーンも結構ありますけど、あれぐらいでちょっと後ろにさらして前に出したりとか、いや、もっとディフェンダーとは思えない、ね。ちょっと終盤もちょっとドリブル突破ありましたけど、ありましたね。ディフェンダーとは思えない強気のプレーだなっていうところはすごく なるほびっど。くりします。まあそうですよね。ただ、確かに蹴らされたボールもいくらかあったかなという、まあ確かにあったのと、そうですね。僕はちょっと守備は前半から結構怖くて、これ僕ね、今、どうなんだろうな、これ、大阪の時もこれでよかったのかもしれないですけど、結構どっかでバカバカ失点する気がするんですよね。なるほど。この守り方、すげえ怖いなって思います。ずっともう、第一節からちょっと思いましたし、今回も思いました。具体的にどのあたりですか？ですね、し、のし、具体的なシーンで言うと、22、3分ぐらいかな。田部井選手のクロスからの、あ、そうですグレイね。ソン選手はのい。クログレイス、ソンが。シュートですね。このシーンなんですけど、多分ね、ダブルボランチはとにかく再試合を埋めるっていうタスクがあるんだと思うんですよ。そうですっていね。うのは、二人ともそうなのかどうかちょっとわかんないんですけど、見ている限り、えぐられた時に、というかサイドにボールが来た時に、どうも見ていると、サイドバックはとにかく人に行けというところで、多分、まずか、思うのは、これ、山口がやってるのはゾーンディフェンスじゃなくて、結構マンツーマンです、これは。B ブロックは組んでますけど、ゾーンではないっていうのは、僕は今思っている。そっちのマンツーマンの毛が強いなっていうところで、まずサイドバックがめちゃめちゃ出ていくんですよ、まず。そこは躊躇なく行くのは、そう多です分こね、れは前に行きますね。方針通りだと思うんですけど、その時に、空いた大きなスペースは、ボランチがガバッと埋めるんですよね。で、確かに最終ラインの横幅はなくなるんですけど、セカンドラインに誰もいなくなることが多くて、結構。なるほど。で、この時もマイナスのクロスには誰も対応できてなかったっていうことがあって、確かにその時に前にめちゃめちゃ壁はできてるので、なんかその、ブロックして、なんか事なきを得るシーンっていうのは、ここまでも多いんですけど、これでもちょっとすごく怖いなっていうのは、なるほ僕ど。は思っています、これ。佐藤選手が右の、サイドバックのところを埋めて、吉岡選手がちょっと走ってきた選手を感じてなかったあの場面です。そうです、そうです。あの時に一斉にダブルボランチが最終ラインと平行な位置を埋めに行くというのがすごく怖い。ちょっと段差はつけたいようになって、センターバックもそうですけど、ああいうえぐられた時の守備には段差、マイナスを警戒する段差やっぱり欲しいなっていう。まあちょっと思います。それがないことが結構あるなっていう怖さがあって。まあ、そこまでえぐられないのが一番なんですけど。これがまた関選手のスーパーセーブによって、なお逃れるというところですね。この振り切って言っちゃうと、まあちょっと違うかもしれないですけど、これが僕さ、また後後半語ると思いますけど、失点シーンもこれ出たなっていう感じがなるほど。出ます。確かに、そうかも。前節もこのシーンありましたよね。前そう節でもす同ね。じようなシーンがあったかなとは思います。なるほど。まあ、そういったちょっと守備の、
まあ、穴というか、ちょっとほころびみたいなものも少し散見されると。そうですね。まあ、これが、例えば別にもう、じゃあそこはいいんだと、前に壁できてるからいいっていう考えを貫くの、それはそれでありだと思うんですけど、ちょっと今の、これが理想の形で守れてるか、ちょっとまだわからないですが、ちょっと際どいなっていう感じを少ししてます。なるほど。そして、そうですね、あと気になるところでいくと、吉岡選手のシュート惜しかった。阿部選手の股抜いて、惜しいというようなシーンもありましたし、まあ、あと気になったのは、ちょっとショートコーナー、サインプレー完全に読まれて防がれるっていうところですかね。なんかこう、セットプレーは、まあ、バクチ感がちょっとある。毎回なんかありますよね。そうですね。まあまあ、トライしてるっていう意味では、僕はなんか前向きに捉えておりますが。面白いセットプレーいっぱいなんか考はい。えてるんですよね。毎週毎週、こう、ネタ出していくっていう感じで、なんか、はい。今踏週み切ったのプ回レイみたいな数感じ。ほとんどないですよね。そうですね。確 まあ、そういう意味でかは、見てるこう、かもしね、言い方があれですが、ネタ出しも大変だろうなという感じもしますが、でもまあ、一つ、そうやってこう、変化をつけてきているというところは、まあ、トライしてるということで、評価していいんじゃないかなという気がしますが。はい。で、まあ、前半は、残念ながら0対0と、いうことで、ちょっとまあ、チャンスはどちらかというと、で、の方の方が回数的にはあったのかな。一番決定的なチャンスは多分、先ほどのグレイソン選手のシュートだとは思うんですけども、まあ、回数的にはレノファの方が多いと。そうですよね。32、3分ぐらいに結構波状攻撃ではい。いうシーンもあったので、まあ、一つどっか噛み合えばっていうところはありましたよね。そうですね。はい。後半行く前に、徳田さんありますか？何か前半も少し気になるシーンなどあれば。そうですね。全体的になんですけど、まあ、相手にウィングバックがいる、その守備をするチームに対して、辛坊選手がおっしゃってたのが、あんまり得意じゃないんですよね、みたいな話をされてたんです。そのウィングバックのいるチーム、横浜 FC もそうだったけど、あんまりその自分うまくなかなかできないんですよね、みたいな話をされていて、ちょっと今回やっぱり、あ、なるほどと思ったのは、確かに相手のそのサイドバック、ウィングバックがいるっていうところで、辛坊選手がちょっと窮屈そうなプレーっていうのは、サイドの方で、それはちょっと見て取れたなとは思いました。確かに。ちょっと珍しいミスが辛坊選手に続くんですよね。おそらくこう精神的負荷というか、こう頭脳的ストレスがかかってた部分が、やっぱあるのかなっていうのは、ちょっとああいうこう単純ミスを見ると、少しこう懸念してしまうところですね。なんか珍そうしい。そもそも、まあ、5枚相手って難しいっていうのは当然あるんですけど、ちょっと我々前回橋本健太を忘れさせてくれるんじゃないかという話をしましたけど、やっぱちょっとタイプが違って、そうですこうね。いう時に内側でとか手前でっていうプレーするのそこまで得意じゃないのかなっていう。そうでやすはね。り、外をゴリゴリってこそっていうところなのかなっていうのは感じましたね。そうなんですよね。なので、もう少しこう内側にポジショニングができたり、したら、ね、ちょっと幅が広がるのかなって見ながら思った部分はちょっといくつかあったんですよね。やっぱりそういったこうちょっと迷いというか頭脳的負荷がかかると、いつもの何思い切りの良さがちょっと出づらくなってくるっていうのもちょっとあって、パス&ムーブがやっぱ彼の僕は一番の魅力だと思うんですけど、そういった蹴った後の飛び出しも、あれなんかいつもより勢いないなみたいなのはちょっと感じられたりして、やっぱりそう、サッカーってこう状況判断の難しさって本当、あらゆるプレーに影響するんだなというのは見てて思いましたね。ですよね。はい。では、ここから後半なんですが、ちょっと30分ということで、無料部分はここまでということで、後半は、6ダスの有料会員のみの、配信向けとなりますので、後半に行っちゃいたいと思います。皆様ぜひ6ダスの、有料会員ご検討いただければと思います。後半、ジェイさん、なんか、これに触れたいとかありますか？なんか。そうですね、やっぱり流れが一変したなというなるとほど。ころ
まあ、その要因。はい。そこから入っていければなという。はい。はい。わかりました。では、じゃあ、後半の方入りたいと思います。